瀬戸康史のゲーム実況。どうもこんにちは、瀬戸康史のゲーム実況チャンネルへようこそ。ついにやってまいりました、モンスト超重心祭。私どもですね、静江さん、そして私、モンスト今までやってまいりましたが、いい加減ね、もうめっちゃ強いキャラクター欲しいっていうね、ことですよ。超重心祭、絶対に金の卵が出るものでございます。ネット上の評判を見るとですね、みんな爆死しております。星4のオンパレード、みんなね、とんでもない重心祭だと、引かなきゃよかったと言ってる方多数いらっしゃいます。でも我らは引く、引くんです、引くんです。運命は超重心祭で決まるんです。強いキャラ欲しいんです。むむ、いきましょう。静江さん、欲しいものはもちろんハレックス、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 闇が欲しい、闇だ、闇の強いキャラが欲しいということでございます。闇の星5が欲しいということでございます。それではいきましょう。回数は3回いきます。いきましょう。5月2日までですからね。さあいきましょう。まあ、自然さんもう星6のね、スーパーストライク持ってるからさ、お願いします。絶対に金が出る、むむ、はい、来ました。さあこれ何が出る、あーこれ何、これでもこれは何、こいつ、あ、こいつなんか人気のやつじゃね、マーリンじゃん。うわ、星5じゃん。あの上位のモンスター人気投票の上位のやつじゃん。星5だ。うお、クロスレーザー。今しげさんの顔どうもどうもみたいな顔。うわ、一発で当たり引いた。マーリン、こいつだから多分クロスレーザー、レーザーが強くなるんでしょ、進化したら。ちょっと見て見て。うわ、マーリンは進化すると攻撃力19800、スピード214、スピードちょっと遅いけどね。クロスレーザー L で、進化後のストライクショットが魔法玉の力でヒットしたボスの弱点を全て出現させる。あ、これが多分人気なんだ、これが人気なんだ。いやでもマーリン人気キャラ、おめでとうございます。いや出ちゃったよ。で、どうします、引く、引きますか、行きましょう。それではムーム、瀬戸康史の動画お願いします。静江さんの運命はこの一発で決まる、ムー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 ム。さあ金の卵出ました。さあ何が出るかお願いします。お、何これ、何これ、ヤマタノオロチみたいな、スプリッツァー、星4でございました。残念残念。ホーミング、ホーミングはあんま強くないです。ホーミングした、獣キラー、引くんです。残念、星5が当たりだから。さああと1回いきますか、お願いします。さあこれで杖のハーレックス、やん、え、でもさっきの闇じゃん。ダメ、首振ってますしですよね。闇の星5お願いします。シャッター。さあお願いします。あーにゃーにゃー、あ、こいつあれだ、うん、アジンキラー、アジンキラーの猫、長靴を履いた猫、ミント。これで桃太郎とか一寸法師、浦島太郎かとかの戦いで有利、貫通でバーティカルレーザーなんだ。だからあのジュピターみたいな感じだね。星4だ、うん、ジュピターも星4だよ、そうでしょ、ジュピターみたいな感じ、マジジュピターだなこいつ。なるほどね。ということで、なかなか良かった。まあすごいキャラがドンと出はしなかったけど、まあ周りに出たから良かったよね。ということで3回引いて、この手はね、僕としてはかなり良かったんじゃないかなと思います。それでは次回瀬戸康史編をお楽しみに。それではじゃあなー。よかったじゃん。
チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。よろしくお願いします。